ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。魔理沙、やっぱり歴史は戦国時代よねー。そうか？霊夢は戦国時代のどこがいいんだ？下の者が上の者を倒してのし上がっていくところかな。実力社会でしょ？下克上ってやつだな。それは意外だな。魔理沙にはこれまでも斎藤道三や、北条早雲の下克上について聞いたけど、もっとすごい下克上を果たした武将はいないの？もっとすごいかどうかはわからないが、道三や早雲とは全然違った下克上をした人物がいるぜ。え？誰？そんな人いるのかな？九州佐賀藩の鍋島直重だよ。そうなんだ。全然知らないから教えてよ。わかった。では今日は、有能すぎて、下克上をしてしまった鍋島直重について解説するぜ。それじゃあゆっくりしていってね。鍋島直重の生い立ちと時代背景。じゃあいつものように、鍋島直重の生い立ちから話をしようか。お願いします。鍋島直重は肥前の国生まれで、今の佐賀県になるぜ。直重は主君の雄三寺高信の家臣なんだ。家臣か。下克上を果たしたんだから、大名ではないと思ったけど。雄三寺高信については、過去動画島津軍絶望の戦いで出てきただろ？ああ、確かになんとなく覚えているわ。直重は1538年天文7年生まれで、雄三寺高信よりは9歳年下なんだな。系図を見ながら説明するぞ。父は鍋島駿河の上清房で、母は、高信の叔母にあたる雄三寺家澄の娘だぜ。結構近い関係なのね。もっと近い関係になるぞ。1556年工事2年に高信の母が父清房と再婚したんだよ。うわぁ。近い、義兄弟になったってことかな？ああ。だから鍋島氏は雄三寺氏と密接な関係にあったんだよ。霊夢、この頃の九州の情勢は覚えているかな？確か南の方が島津市で、大分県あたりが、大友市じゃなかった？そんなに覚えていたとは素晴らしいぞ。この時期の九州は大きく3つの勢力があって、佐賀を中心とする肥前の大半を統一していたのが雄三寺氏で、九州北東の豊後周辺を支配していた大友氏、南九州では島津氏が治めていたんだぜ。1541年天文10年、まだ幼い直重は、制約のために、鬼軍に勢力を持っていた千葉種面の養子となったんだ。制約って、どんな制約なのよ？雄三寺の領土の西の方には有馬氏という結構力のある氏族がいたんだ。その有馬氏からの攻撃に備えるために、千葉氏との結びつきを強くしようとしたんだな。それでどのくらい養子として過ごしたの？それが1545年天文14年に小西によって雄三寺家澄らが殺されて、主君の家金が逃亡したんだ。あらら、雄三寺家まずいんじゃない？まずいぜ。だから雄三寺氏と小西が敵対関係になると、父の鍋島清房は養子を解消して、直重を実家に戻らせたんだ。それが1551年天文20年頃だと言われている。鍋島家に戻ってきたのね。その後直重はどうしたの？1553年天文22年、雄三寺高信が佐賀に帰還するときに、直重は先行を立てたんだよ。中でも1570年元亀元年の雄三寺存亡をかけた今山の合戦で、直重は肥前に侵攻してきた大友軍を夜襲によって敗走させるという、起死回生の功績を挙げて、これをきっかけに雄三寺家臣団としての地位を固めたんだぜ。そうなのね。雄三寺も直重を信頼しただろうね。ああ。高信は自分が死んだら、鍋島直重に相談することという遺言を残しているくらいだからな。1584年天正12年3月、高信は大軍を率いて、島原の有馬氏を攻めたんだ。沖田縄手の戦いだ。どうして有馬氏を攻めた？さっきも出てきたけど、有馬氏の当主は有馬春信というキリシタン大名だったんだが、もともと雄三寺の支配下にいることを良しとしなかったし、雄三寺からの圧迫もあったようだな。だから離反することにしたんだが、高信はそれが許せなかったんだ。それで確か、この戦いで、雄三寺高信は戦死するんだよね？よく覚えていたな。そうなんだ。この時、直重は筑後の柳川にいたんだけど、高信の出陣に反対していたんだよ。案の定というか、作戦の失敗もあって、高信は戦死してしまったんだ。雄三寺軍も撤退？まあ大将がいなくなったら戦えないからな。高信56歳、直重47歳だったぞ。このままじゃあ、有馬氏が攻めてくるんじゃないの？そうだな。だから佐賀城、当時は村中城では、高信の子である正家を中心に対応を協議したんだぜ。そうして柳川に帰っていた直重にも意見を求めたんだ。霊夢、直重はなんて言ったと思う？このまま黙っているわけないから、有馬氏を攻撃しようって感じかな？ふむふむ。いい線だねー。有馬氏が勝てたのは、南の島津氏の協力もあったからなんだが、島津有馬方は、高信の首の返還をしようと申し出たんだよ。だけど直重は受け取りを断固拒否して対決姿勢を示したんだ。直重は強気だね。
その姿勢が混乱する龍造寺内の動揺を収めたんだ。正家をはじめ龍造寺の一門は、直重に反省を任せようとしたんだけど、直重はなかなかイエスと言わなかったんだぜ。秀吉と鍋島直重の関係。じゃあ、龍造寺家、どうなっちゃうの？龍造寺高信の戦死によって、九州は島津対大友の二大勢力の激突となったんだよ。そうして島津が優勢になって九州を統一する勢いになっていったのは、この前の動画で話したよな。ああ、確かにそうだった気がする。それで秀吉は島津に戦争するなっていう命令を出したよね。そうだったな。だけど島津はこれに応じず、秀吉の九州出兵になるんだよな。じゃあ、直重は秀吉と手を結ぶのかな？そういうことになるよな。結果的にもそれが功を奏した。ちなみに直重は秀吉が信長の家臣であった時から贈り物をしており親しくしていたんだぜ。やるなぁ。直重は龍造寺正家を説得して、秀吉の九州平定に積極的に協力したんだぜ。直重は先を見る目があるねぇ。そうなんだよ。1586年天正14年の暮れの段階で、直重が肥後方面に進出して戦っていることが、秀吉からの書状によっても伺えるんだ。ってことは、九州平定した秀吉からご褒美をもらった？ああ。1587年天正15年に肥前の矢部藩軍と高木軍幸次郎を主因地として与えられているよ。主因地って何？これは江戸時代に将軍が認めた領地っていう意味だけど、まあ秀吉は将軍じゃないけどな。つまり正家は肥前7軍その他31万石を安堵されたんだ。さらに秀吉は龍造寺正家、鍋島直重、その子の勝重に豊臣姓を授けたんだぞ。豊臣直重？はは、そうだな。それで今まで断り続けてきた佐賀藩政を預かるという件に関しては、正家をはじめ一族重臣たちの度重なるお願いによって、引き受けることにしたんだ。ついに引き受けたのね。この時直重はお家のためを思うと、たとえ一時的にご気分を害することがあっても、考えていることを遠慮なく言おうと思うと一族や重臣に決意を述べているんだ。相当な覚悟だね。1589年天正17年の正月、十五位加賀の神に任じられて、名を直重と改めたんだ。じゃあ、今までは直重じゃなかったのか。ああ、子供改名しているからな。それで翌1590年天正18年、龍造寺正家は35歳で隠居して、家督は高草が継いだんだけど、藩政の実権はすでに直重の元にあったんだぜ。それだけ当主からも認められてたのね。認めざるを得ないっていう感じかな。1591年天正20年、直重は秀吉から朝鮮出兵を命じられたんだ。これは何を意味するかわかるか？え？戦っておいでって、命令された以外意味があるの？あるよ。直重を肥前佐賀の領主と認定したっていう意味なんだよ。そうか。普通は龍造寺高草に命じるってことか。これには内心高草も面白くなかったと思うぜ。だから龍造寺一門は、肥前の支配権を龍造寺氏に戻すため、高草の成人後に藩政を高草に戻す旨の将軍を直重に書かせたんだ。ええ？それじゃあ直重は家臣に戻った？いや、さっきの朝鮮出兵での活躍で直重への信頼は高まったんだよ。こんなエピソードがある。直重は加藤清正の捕らえた朝鮮の王子二人を一時的に預かったり、文禄の役では、信州で孤児になった高校年という少年を伴って帰国したんだ。後に成長した高校年は直重、勝重に仕え、書家で監視にも優れ、勝重に従って巡視したんだ。慶長の役でも、李三平を伴って帰り、これが有田焼の祖として伝えられているぜ。直重は朝鮮出兵でも名を挙げたんだな。それから秀吉は亡くなって、関ヶ原の戦いになるのよね。秀吉とつながりが深かったから、直重は西軍に着いたってことで合ってる？さすが歴史の流れがわかっているな。正解だ。1600年慶長5年の関ヶ原の戦いの時は、直重は佐賀に帰っており、勝重は大阪にいて石田三成の西軍に着いたぞ。そして伏見城や伊勢方面で戦った。だが西軍が敗れ、勝重は家康に謝って、隣の藩の柳川立花宗茂を撃つことになったんだ。だけど家康に謝ったからって、簡単に許してくれるのかい？いや、勝重は家康からの信頼が厚い足利学校の校長官出現地とつながりがあって、彼は佐賀の荻出身で、千葉種面の父と伝えられているぜ。そんなルートがあるのか。足利学校って何よ？日本最古の学校と言われ、この時代でも関東最高の学府だったんだぜ。今の東大みたいなことかな？そうだな。直重と勝重もこの現地から指導を受けて、彼のために荻に山岳寺を建てているのだ。それから直重は他の東軍諸将と共に島津への攻撃まで準備したんだが、こちらは直前に中止となったんだ。いろいろあって家康の信頼を掴んだのね。そうなんだよ。こういった鍋島氏の行動が家康に認められ、龍造寺家の肥前の国佐賀の本領は安堵されたんだ。鍋島氏佐賀藩の成立。
こうして安泰かと思われた肥前の国佐賀なんだが、ここで事件が起こるぜ。事件？そう。さっきも言ったけど、家康は秀吉と同じように当主の雄三寺家よりも、鍋島家を重視したから、当主の雄三寺高草は歯がゆい思いをしていたんだよ。高草もお前は無能だから家臣に領地を渡すようになんて言われたも同然だもんね。だな。それで高草はこんな行動に出るんだ。え、まさか鍋島直茂を。それよりも思い切ることだぜ。高草は鍋島直茂の養女を妻にしていたんだが、その女性を殺した上で自分も死のうとしたんだ。無理心中？そうだ。高草はなんとか一命を取り留めたが、直茂は高草の切腹未遂に怒った。そりゃ怒るわね。この時の直茂の恨み状は有名だぜ。私は雄三寺家の皆さんに誠意を尽くしてきたつもりなのですが、これは一体誰に対する当てつけなのですか。話し合えばいいことじゃないですか。これじゃお家が本当に断絶してしまいますよ。今からでも遅くないので、直接お話をするつもりがあるならどうぞというような内容だ。高草はどうしたの？その時の傷を養生するために肥前への帰還を許されたが、故郷で再び自害を図りなくなったんだ。なんだかなぁ。まだ22歳だったんだぜ。若いよな。小早川秀明を思い出しちゃったわよ。皆さんもぜひ過去動画の小早川秀明をご覧ください。この事件で、雄三寺氏は直茂だけじゃなく、主君として家臣団からの信望も大きく損なうことになったんだ。悪いことは重なるもので、高草の死後の1ヶ月後には、肥前に隠居していた父政家も急死したんだ。息子の高草の最後がショックだったんだろうな。雄三寺家が断絶じゃない？ああ。霊夢ここまで聞いて鍋島直茂は下克上を果たしたって、言えるかい？いやいや、なんか直茂はずっと雄三寺家に尽くしているし、自分がのし上がって、藩主になろうっていうよりも、雄三寺家が勝手に自滅していったっていうイメージだな。そうなんだよ。積極的な下克上じゃなく、結果として下克上になっちゃったって感じだな。確かに。それで結局直茂が藩主になるの？いや、直茂はその後も雄三寺一門へ敬意を表しながら自分の影響力を相対的に弱める立場になり、自らは藩主の座につくことはなく、初代藩主はこの勝重となったんだ。佐賀鍋島藩の誕生ね。1613年慶長18年、幕府から佐賀藩35万7千石の所領&の主演状が交付されているぞ。直茂壁垣21箇条。じゃあ、ここで少し話を変えてみるぞ。どうしたの？急に。いや、直茂は有能な家臣として有名なんだけど、その証拠として、直茂壁垣21箇条っていうのがあるんだぜ。なんなのそれ？君主としての生き方の基本を示した内容だ。まあとにかく読んでもらえばつかめるからな。へぇ？佐賀の人ならみんな知っているのかな？いや、それはわからない。これをご視聴の佐賀県人の皆さん、ぜひコメント欄にコメントお願いします。というわけで、この壁垣21箇条をなんと今日は全部紹介するぜ。それはすごい、そんなチャンネルきっとないわ。そうだろ？では始めるよ。1、理髪は分別の花、花咲き集まらざる類多し。理髪は分別の花である。花は咲くけど、実がならない類が多い。知恵や才能が豊かであることが望ましい結果をもたらすとは限らないという教訓だな。あれ、これはマリサのことじゃない？褒められているのか、叱られているのか。2、諸芸は独達しがたし、分別を加えざる時はかえって身の難となること多分。これはわかりにくいわ。文武のいろいろな芸は、一人で上達することは困難である。資料分別を加えなければ、かえって身の災いになることが多いよ。っていう意味だな。マリサ、具体例で教えて。そうだな。例えば一発屋の芸人っているだろ？一時的には話題になるけど、その先のことを考えなければ、かえって生活を破壊することになるよな。そういうことか。3以下の心をよく測り、その胸を持って上に至りて高揚し候はば、外れありがたく候。これは人の上に立つ者の心構えを説いたもので、母親が赤ちゃんがまだ話せない時に、お腹が空いているのかなと乳を飲ませたり、寒いのかなと上着を着せたりするように、自分より立場が下の者の心をよく押し量り、その主意を上の立場になって比べ合わせて考えると、およそそのことはうまくいくものだ、って感じかな。なかなか深いね。こんな感じで続けていいか？頑張ってついていきます。4憲法は下敗の批判、道理の外にりあり、憲法は下々の者にとっての良し悪しを論じたものだ。ただし、そういった道理とは別に理はあるものだ。どういうこと？守らねばならないものの外に人間の真実があって、それをちゃんと理解してやれ、というニュアンスだ。借りたお金は返さねばならないけど、病気だ、災害だって返せない時があるだろ？人生には理の世界だけでは成り立たない情の世界も理解しよう、ってことだな。いいこと言うねえ。ご下敗の言葉は助けて聞け、金は土中にあること文明。下々の言葉はかばい立ててして聞け。
金は土中に埋まっていることが明白だ。これは結構わかったわ。そうか。下々といえども、その心は天の真心を受けることができ、人として生まれてきたものだから、その言葉は教養がなくても、拙くても決して侮ったり、嘲笑ってはならないんだ。六子孫の祈祷は先祖の際なり、これはそのままだな。先祖とは木の根のようなもので、子孫はその枝葉のようなものだ。だから先祖の神を敬わなければならないぞ。父先祖の善悪は子孫の受け取り手次第。先祖の残した善悪の行いは、その子孫の受け取り方によってどうにでも解釈できる、という感じだ。具体例がないとわからないな。例えば、ご先祖が強盗殺人をしたとするよな。だけどそれをも感謝の念を持って受け止めるべき、かな。これはなかなか難しいね。そうだな。まあ人の見方は人の立ち位置によって決まるから、何事も他者のせいにせず、独立自尊で生きていこうっていうメッセージも込められている気がするぜ。なるほど。SNS で叩かれても気にしないのが大事ね。八神人は心の掃除、人の心を破らざるように。祈祷は花の間がきぞ。神人とは心の掃除のようなものである。しかし他人の心を破ってはならない。祈祷は花で作った垣根と言われるが、自分の心の花でもある。これもよくわからないわ。人間の運命はいつどうなるかわからないだろ。地震もいつ起こるかわからない。かといって自暴自棄にならず、日頃から神仏を敬い、礼拝するのだ。神人とは、自分の心を素直にするもので、他人の志を妨げるものではないし、祈祷は自分の運が傾いた時、天の助けを求めることなんだと言っているよ。求心状の届けは上り橋登るように。出世というものは、急がず階段を一段一段登るように心がけるべきである、という意味だ。これはわかりやすいわ。そうだな。急がば回れに似ているな。この21箇条は儒教をベースにしているぞ。中人間の一生は若きに極まる。一座の人にも明かれざるように、人間の一生は若い時のたしなみで決まる。それゆえ周囲の人から嫌われないようにすべきである。あ、耳が痛い。この21箇条は後の有名な佐賀藩の葉隠れという武士道のあるべき姿を説いた本に繋がっているけど、それはまたの機会に解説するぜ。11利非を正す者は、人罰に落ちるなり、他人の是非を正す者は、人が人を罰するという事態に陥る原因になる。なんか聞いていると、人のせいにするな的なことが多いわね。そうだな。そして結構法律よりも情を重んじているよな。この文も、罰することよりも、上に立つ者は器の大きさが大事だと言いたいようだな。中に大事の思案は軽くすべし。大事な事柄は、平生からよく考えておいて速やかにすることである。え？普通は、大事な事柄は、重くじゃないの？普通はそうだな。これは実は油断大敵だと言っているんだよ。つれづれ草でも、光明の木登りという話があるだろ？名高い木登りといった男が、人に指示をして、高い木に登らせて小杖を切らせたところ、作業場が高くとても危なく見えた時には声をかけることもなく、高いところから降りてくる時に軒の高さぐらいになって、怪我をするな。気をつけて降りなさい。と言ったという話に似ているよな。小さい事柄こそ重要なのね。十三所持人より先に測るべし、何事も他人より先に準備しておくべきである。これも共感できるわ。先手必勝だな。準備しておけば、行き当たりばったりにならずに済むのだ。十四所持堪忍のこと。これも許せってこと？ああ。何事にも堪忍の心が大切である、っていう意味だな。この教えは、日本独特のものではないかな。中国や欧米の文化は、自己本位の文化であり、他者は排除の対象だからな。これは日本人が優れていて、他の民族が劣っているという意味じゃなく、地理的、地形的条件の影響が大きい気がするぜ。日本が島国だってこと？それもあるな。気候も温暖だし、自然の恵みも豊かだからな。だから闘争よりも、我が大切にされたのね。ああ、日本人は世界にも誇れる民族なんだよ。十五物事書道外れ候こと。物事は、書物に書いてあることを真に受けると、間違えることが多い。ああ、私は書いてあること結構信じちゃうからな。論語読みの論語知らずということわざがあるんだけど、書物を読んでも、表面的に理解するだけでは、その真髄を理解していないんだよな。直重はそれを書道外れ候とびしっと短く言っている。なるほど。十六くじ占いは運につき候間、差し立て持ちい候は場大いに外れあるべし。占いは信じるなってことかな？いいね。くじ占いは運次第で吉にも凶にもなる。だから物事を判断するときに、くじ占いに頼ると外れることが多い、っていう意味だ。まあくじ占いが当てにできない、っていうよりも、最善の努力を進めたものなんだ。いざとなったら神頼みくらいってことか。十七番獅子だるきこと、十二七つ悪し、何事も気が進まないことは、十のうち七つは悪い結果となる。
確かに、やりたくないなぁ、うまくいかないだろうなぁということって、大抵はうまくいかないわよね。霊夢もそういう経験が多いようだな。これって理論では説明のつかない直感だよな。人間も動物なんだから、直感というものを大事にしなくてはならないってことだ。そうします。18戦は敵の案にいらぬように覚悟すべし。隙間を測るときは勝利必勝。戦いは敵の計略にはまらないように覚悟をしなければならない。敵が助かるように企てるときは必ず勝利する。っていう意味だよ。敵を助けると勝利する？助けるというよりも、敵をよく知るっていう感じだな。彼を知り、己を知れば百戦危うからずっていう言葉もあるぜ。中区部編は粗骨ぞ、普段あるべからず。武士道とは時に分別もなく進み、いわゆる粗骨なものである。しかし、普段は粗骨であれば身を滅ぼす、だ。わかるようなわからないような。この城は、いかにも葉隠れの本元鍋島藩の家訓と言えるぜ。粗骨ってどんな感じ？ここでは、不注意者、そそっかしいっていう感じだな。普通ならこれはネガティブな評価だけど、武士道においては肯定的評価なんだ。どうして？それは行動を重視するからなんだ。そそっかしくても行動を第一とするのが美徳とされたぜ。さあ、あと少しだ。二重上下によらず、一度神明を捨てざる者には恥ず候。身分の上下によらず、一度神明を捨てない者は敬われないものである。これは今ではなかなか理解できないわね。ああ、現代は命を懸けるのは美徳ではないからな。これはあくまでも覚悟の問題であり、本当に命を捨てよと言っているのではないんだ。命を削って仕事をするっていう感じかしら？そうだな。では最後の21だ。人は下ほど骨折り候ことよく知るべし。直重はずっと、立場の上の者への戒めの言葉を伝えてきているね。よく気づいたな。そうなんだぜ。上に立つ者は、下の者ほど苦労していることを、よく知っていなければならない。なんか、今でも十分に通じる内容ね。どこかのリーダーに聞かせてやりたいわ。視聴者の皆さんもこの21箇条を知ってどう思いましたか？コメント欄で教えてくださいね。直重のエピソード。直重にはこんなエピソードもあるぜ。余暇の庄で稲を刈り取って盗んだ者がいて、捕らえられて死罪になったんだが、直重に報告したところ、盗んだ理由があるはずだから、よく調べるようにと命じたんだ。盗っ人は3年前から病気の母の看病で働けず、食料にも困り、母が米を食べたいとせがむので、少し盗んで食べさせたということがわかったんだ。21箇条を読んだ後だから、直重の行動がわかるわ。どうしたと思う？盗っ人を許して、食料を渡した、かな。なるほど。さすがだな。直重は親孝行に免じて、米重量を支給し、罰しなかったんだ。やっぱりそうか。まだあるぞ。斉藤陽之助という家臣は先行はあったんだけど身分が低く、収入がないので、食事も満足にできず、妻が晩ご飯も用意できないというのを聞いて、農民が城の台所に運ぼうとしていた米を、刀を抜いて脅して奪ったんだ。さすがにこれはまずいんじゃないの？うん。その罪によって死罪に決まったんだけど、勝重から隠居していた直重に報告すると、自分が反省を行えるのは彼らの功績であり、その彼らを飢えさせるのは自分の責任だ。と言って涙を流したので、勝重は切腹させるのは不幸の至りだとして中止したぜ。これだけ聞くと、民を思う藩主だったんだなぁ。ああ、斉藤は後に直重が亡くなった後、殉死したんだよ。直重勝重不死の時代は、一つ間違うと国を滅ぼしてしまう戦乱の時代だったから、家臣や百姓を大切にし、領民に対しても理不尽なことを禁止し、自分が先頭に立って国づくりをしたんだな。この二人の国づくりの方針は、その後さっきも言った葉隠れによっても理想化されて、佐賀藩内に広がり、後の藩士たちが二人の年譜を読んで学んでいることが記録されているぜ。お手本になったんだね。直重は、1618年元和4年に81歳で病死したんだけど、耳の腫瘍に苦しみ、激痛のうちに亡くなったというんだ。この苦しみは、龍造寺高房の亡霊ではないかという噂が広がり、鍋島家化け猫騒動っていう有名なモチーフの一つになったほどだぜ。霊夢、有能すぎた鍋島直重の話はどうだった？直重の行動は決して下克上って言えるものではないわよね。しかも、領民のために主君のあるべき姿っていうのを、しっかりと持っていた人だってわかったわ。そうだな。直重は藩の存続のために柳川攻めに躍起になっていた勝重に、立花宗重との友情関係を解いて、武士道に乗っ取った戦を解き、双方の犠牲を少なくしようともしているからな。勝重も結構父の言うことを聞いて行動したんだね。ということで今回の解説はここまでだぜ。次回もぜひ見てくれよな。チャンネル登録高評価もよろしくね。ご視聴ありがとうございました。